アスプラ学園。イエーイ、はい、始まりました、アスプラ学園。はい、この番組はいろんなスプラプレイヤーをお呼びして、いろんな話やいろんな技術を聞いていくというそういう番組でございますけども、はい、前回に引き続きエトラさん、はい、いただいております。どうもよろしくお願いします。 GG ボーイズはエトラね。GG ボーイズからはエトラ。わかりづらい言い方ノーでいいだろ別に。はい、というわけで今回はエトラさんのプレイをしていただきますが、はい、ボトルガイザー。そう、前回ね、はい、あのおケツの方でも言ってましたけども、はいはいはい、動画の、うん、動画のおケツの方でも言ってましたけども、ボトルガイザーを見せてもらいたいなと。うん、はい、どうなんですか、ボトルガイザーはもうすごいものが見れると期待してよろしいですか。まあ任せてください。これはね、期待ですよ、うん、本当に。いや、期待期待期待というか、うん、まあなんかそのやっぱり、うん、手の動かし方とか、うん、気になるし。確かに確かに。そう、普段使わないからね。俺なんかさ、ボトル使うとさ、うん、絶対ずれるのよ。やっぱ連打、連打でちょっと難しいから。そういうのをどこをうまくやってんのかっていうのも横で見たいし。なるほど。まあ、もちろんプレーも、うん、相手にしてあんな嫌なボトルガイザーがどういう視点で動いてるのかとかちょっと見てたらね、最高だ。なるほどね。だからボトルガイザーをこう使う、うん、そして、うん、こんな強いっていうのも今回だから、そういうプロモーション動画にしていただければと思いますけども、yes. お願いします。でまずは、はい、試し打ちで、うん、こうこんなプレイができるんだよとのを見せていただいてよろしいですか。はい、 OK です。いきましょうか。さあ、というわけで、はい、まずは試し打ちで、はい、ボトルガイザーの極意を。極意。いや、やっぱね、その試し打ち一つでさ、うん、なんかあるのよ、こういうこと気をつけてとか。例えばさ、ボトルなんかさ、長押しで、そう、長押しで乱数があって、でも連打だと乱数ない。ジャンプしてもほら乱数がない。あ、うん、本当だ、ほぼまっすぐね。ブレなしなんだ。なるほど。で、射程がかなり長い。はいはいはい。これぐらい。おお、長い。多分プライムより長いよな、全然。プライムよりも長いかな。プライムシューター、はい、全然長いね。全然長い。本当だ。全然長い。キャラ2個分ぐらい長いね。うん、すげえ。あ、こんなに遠くまで届いた。そら当たるわ。そう、これがね、腹立つのよ、マジで。遠くから当たる。確かに確かに。しかもしっかり当ててくるしさ、曲者も当ててくるし。なるほどなるほど。で、これちなみに押しっぱなし打ちを使う機会はあるんですか？塗るとき、敵がいなくてこうやって塗り広げるときは押しっぱで、うん、でも他は大体いくら敵がもうこの距離でもやっぱ連打で、これだと4発なんですよ。あ、なるほど。でも連打だと3発で倒せるからっていう、うんうん、なんで今回でもこの連打してやるみたいな。なるほど。威力の妥協は絶対しちゃいけないと。しちゃいけない。もう三角は確定で。あ、なるほど。そう考えたらやっぱどうですか、近距離はでもきついとかある。おお、見たの。俺がもう普通にゆっくりやんないと分かんない今の。いや何が起きたの今のね。ゆっくりやんないと分かんないのよ。はい、そのバブルランチャーが、まあ、うんうんうん、こいつのスペシャルなんだけども、はいはい、それをこうすぐ爆発させるっていう技術だよね。まず今の最初にボム置いて、ここででこれ膨らんで、うんうん、もうこれはもうボムで当てたら一発で割れる状態なんで。なるほどなるほど。じゃあスペシャルがたまらないんですけど、でも結構たまるの早い気がするな。今180か、確か180なんだよ。180速なのよ。へ、うん、じゃあたまんのも結構早いし、うん、ここで置いて当ててあげて、 こんな感じで。なるほど。でバブルが、はい、一発、これ待って、これ50、一発爆風50ダメージなんで、はい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 、2個バブル置いてあげると50と50で100になるんで、はい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 、倒せるみたいな。ちょっと遠い敵でも2個当たれ、爆風当たれば倒せるっていう。はあ、なるほど。あ、じゃあもうそれで2個ガンガンと使っちゃって。そうですね。倒すと。で残りの1個は適当に投げてあげてみたいな感じで。はい、いやこれはすごい。あのね、これがマジうまいの。あの落ち葉がさ、流行った時も落ち葉使ってたじゃん、はいはいはい、バブルで、うんうんうん、本当にバブルの使い方がもう秀逸で。なるほどな。そう、これはね、ちょっとね、見ていただきたいね、バブルの使い方は。あ、そうか、そうか。ボトルガイザーだけじゃなくて、バブルもめちゃくちゃうまいと。そう、これはすげえな。まあ、試し打ちで見れるとこは、まあ、ダメージ妥協しないの、うんうんうん、近距離敵いないときは、まあ、塗りは、これ、塗りは長押しで、長押し。その方が塗れるんですか？それとも、そうですね、こっちのが射程は短くなっちゃうけど、うん、塗り的にはこっちのが手前塗りは早いと。早いんで。へえ、なるほどな。
してバブルの先ほどの、そうですね、こうやってうわあそこの敵もやれちゃうんで、あ、ほんとだ。で、残りの1個はこんな感じで、もうとりあえず、好きに使える、うん、今何したの今、ボム投げ、ボム投げ一発ボム投げ一発で、ボム投げたらもう一発であとは終わるんで、それまあ実質また束縛みたいな感じで、うん、バブルはじゃあ漂わせるもんじゃなくて、もうその場で大爆発を起こすものとして、そうですね、今なんか奥バブルがちょっと弱いから、もう即爆発させてあげるのがいいかなっていう、なるほどなるほど。なんかこうメインをタップ打ちで打つときに、なんか気をつけてることというか、なんか意識してることとかある、はい、あーなんだろうな、もうこうやって手をこうやんじゃって、あ、中指で押してるんだ。あ、俺はな、あ、そう、それだ、うん、それそう、それあの、はい、多分人差し指でこうやる人は結構多いと思うんですけど、俺はこう、はい、俺はこうやってるんで、日本式で、日本式やってるんで、 PS2 持ちというか PS2 コン持ちみたいな、そう、はいはいはい、うん、まあでもこれどっちも変わんないと思うんですけど、なんだ、振りすぎないで、ここ振動させる感じで、もう連打の意識じゃなくて指を振動させる感じで、名人よその発想、名人なのよ、うん、それはちょっとあの練習でどうにかなるものなのか、オスじゃないんだね、振動させる感じ、振動させる感じで、はいはいはい、そっちの方があのコントローラーのブレも少なくなるから、やっぱり連打するよりも、これ連打で出せるその連射力ってやっぱりその上限があるんですよね。あると思いますけど、でもそこまで多分いけないですね、人間だったらいけない気がする。あ、そんなに速くなるんですか。どうなんだろうな、それこそ北斎の振りと一緒で、北斎の振りで、はい、これとっとっとっと以上は速くなんないみたいな、あるのかな、はそこまでやったことないから理論値がわからない。まあでも多分限界はあるでしょ、さすがに限界の、だなるべくそれに近い感じでは、速いよ、そう考えると速いな、速い速い、あ、なるほど、じゃああれだ、エトナは中指のフェザータッチがうまいんだね。いや、フェザータッチって言い方なの。中指でのね、その微妙な振動で打ってると、中指のだけね、なんか筋肉発展してるみたいな。やだな、それここだけボコボコになってるみたいな。あんま見たことないけど、あ、じゃあ中指派なんですね、中指で打つ派、はい、これね、手元見ることないからね、ちょっと浮かしてさ、ちょっとできるかな、腕で、あー、なるほど、おー、あ、いや、すごいな、なるほど、なるほど、もう、上から打って、横からってか、もう上から上から押してる感じなんだね、うん、そうです、すごい、あ、おもろ、あ、手元見ることないからね、はい、こんな感じでやってるんだね、あ、すごい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 、あ、意外、俺、人差し指で基本みんなやってるもんだと思うんですよ、人差し指多分、これね、あ、ちょっとやっぱ連打遅くなっちゃう気がする。もう中指で慣れてるからな。慣れちゃってるから、ワンからずっとなんで。あ、なるほどなるほど。え、二人はどっちなんですか。俺人差し指なのよ。俺もそうです。いや、だからやっぱね、スーファミ世代はそうなっちゃう。ああ、確かに。ボタンやっぱこことここでしかね、やっぱボタンを押さない。そう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 。いや、多分中指派少ないんじゃないかな。ね、多分少ないと思う。こうやってる人でしょ。だから俺、こうやってる人はあのプレイステーション上がりだと思ってるんだよ。ああ。そうなん。これをさ、同情することがあんまなくない、まず。まあまあ、でも俺はこう置いてたんだよ、確かプレスの時は。R2、L2 が出たし。なるほどな。そうか、そこはもしかしたら、でもその R2 押しっぱにしてどうたらこうたらみたいな、そういう世代はボトルガイさん向いてるかもしれないと。そうですね。なるほど、なるほど、これ面白いな、その中指での射撃。あれだ、なになに、ギアみたい、ギアギアギア、あ、ギア見せていただきましょう。最近あるっしょ、自分の中でのこれ定番というか、ボトルのギアは最近これでイカソクはちょっと外しちゃってて、うん、なるほど、こんな感じ、なんかバブルが、はい、0.7、1.4、2.1 が効率いいらしくて、どっかで拾った情報なんですけど、だから 1.4 つけてて、うん、1.4、 であとボム、なんだろう、なるべく束縛したいから、うん、サブインク積んで、もうさ、あのスプラッシュボムの最大値を減らして、すぐ束縛できるようにって感じと、なるほど、あとインク回復は、とスペゲン、あの、あ、そう、バブルってなんだろう、そうだ、それ出てくるじゃん、出てくるじゃん、バブル情報出てくるじゃん、バブルってこの、はいはい、なんだ、3つ打ち終わんないと、うん、スペシャル、なんだろう、雨降らしって投げたら一気にスペシャルこうやって減るじゃん、はい、うん、ね、でバブルってこの3つ投げないと、ほら、これ消えないんですよ。だからこの状態で死んじゃっても減ってないから、スペゲン積んでるとちょっと
減るだけに済むっていう、はいはいはい、3つ投げなかった。例えば束縛失敗して死んじゃったって時でも使い切ってないからスペシャルはちょっと残ったままなんで、そっからスペゲン判定になるんで、なるほど、またスペシャルが溜まりやすくなるっていう。じゃ結構2個パパって出してすぐやられちゃったとかだと半分ぐらい残ってるかも。半分ぐらい残ってるからまたすぐ使えるっていう、それ他のスペシャルにはないことなんで。確かに他はその打てなかったら減らないはあるけど、うん、打ってるのにまだあるっていうのはない。これとジェッパぐらいじゃないかな多分。あ、なるほどなるほど、うん、ジェットパックで2発ぐらい打って3発ぐらい打ってやられたらまたもう一回ちょっと溜まり直すみたいな、そんな感じ。はい、 それスペゲン積んでますね。なるほどね。あ、普通にやられた時のためじゃなくもうスペシャル入ってからの話。そうです。はい、なるほど。それを踏まえて、うん、ガチマッチの方で、はい、ボトルガイザーフォイル使ってのプレイにしていただきましょう。よいしょ。さあ行きましょう。エトナさんのボトルガイザーフォイル。さあ、いやこっちか。ガンガゼいや。こっちか。ガンガゼのバブルはそんな評価高くない。高くない。あと酢飯が結構ボトル強いから、うん、もう一個のステージ。そっちが良かった。まあでもね。スペースも素晴らしいプレーが見えるはず。よいしょ。さあまずはまずは、はいはいはい、そうですね、射程生かして、あ、そうか、牽制を端っこ届いちゃうのか。このただ相手すげえな、そこないな、入ってこれねえじゃん。ほら、さあ、あとはいや、あと一発、あと一発、うわぁ、だるぇ、だるぇ、バッテリーがだるぇ、今の何今のコントローラーのバッテリーなくしないじゃないか。あ、出た、スマホです。お、でも味方がやってくれた。ナイス、ダメージ入れて、ナイス、おお、あー、なんだあいつ。でも、すごい、チャージャーに対して押し込めちゃうっていうのすごいな、あの距離で。て多分ボトル使ってる人いないから全然わかんないんだよね。そう、射程がわかんないと思う。そうそうそう、舐めて相手もかかってくるから。なるほどなるほど、なんだボトルかってね。まだ届かんだろうって言ったらペペペッと上がってきて、おーっと、なんだお前、うわー、ちょっとブレたこれ。いやでももうだいぶ前線入って、なんと残り15カウントでやっと止まった。だから塗られたけど、いやこっからね、ミセプするから逆に。あら塗られて。エトナのミセプタイム。エトナってね、その意識があって、はい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 、試合でもその感じ出してくるから。なるほど、すごい見てて気持ちいいんだよね、かっこよさが。あ、やばいこれ、かっこよさ重視。そうそうそう、かっこよさ重視なんだよ。いやこれはちょっとでも絵的にも映えるな。さどんな風な、どうだミセプ、これ相手は負けずする人は。そうだ、ちょっと、あーなんか嫌ですね、あのずっとそこにいるの。あのバケツやるな。うまいバケツ。おっとやばい。お、やばい、ちょっとあれこれ。あ、待って。これエイムがやばいぞ。エイムがやばいぞ。まあ、いつもと違う感じ。こんにちは。おい。あ、いい。今のも連打。連打。全部連打。ちゃんと三角取れるように。いや、結構ボトルガイザー使ってて、あそこで押し込む人多そうだけどな、ちゃんと。うん、押しっぱなしにしそうだけど。ここちゃんと連打ですか。おー、こいつ、まあ、ナイスナイス。でも、強いな。これはいいチームワークできてますね。いいコンボンで、またもエトナさん、やっぱそう、見せプレイが重視ってことは、やっぱ前で戦いたい。前で戦いたい、やばい、戦いたい。こいつ、こいつ上手すぎる。あれエトナさん、お墨付きの、お墨付き、お墨付き、強いバケツが、バケツがいる。あ、これバレてない、これバレてない、これバレてない。なんと、あ、あ、さあ、そして後ろから、3発ナイス。さあ、だけど、またバケツが、お前やめてくれ。お前、本当にやめてくれ、お前は。うわぁ、もう何なんだこいつ。この人のなんか動画になるけど。強いの戦っちゃったっていう。さあでもカウントはまだ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 ゆっくりありますので、スペシャルも、お、でもチャージャー溶けて、あとこっちも溶けて、んー、どうだ。さあここに、こっからバブルを入っていきたい。なるほど、バブルの使い方。さあ束縛状態にして、あれ、乗れた。うわ、だるー。これ絶対取られんじゃん、これ一撃。あー、なんだ、あー、待って、お、あー、やばいやばいやばい、押し込まれた。さあ、でもここでエリアを取ったことで、まあ、でもエリア取ってるからもう仕事終わってんだよな。もうゆっくり、こっからは敵を倒すためじゃなくて塗りもできるから、バブル。うん、そうだね、それが強い、それが強みっすね。エリアは、このちょっと、このバケツ怖いから。あ、ナイス、ナイス、抜く。さあ、そして、マジ？おー、そう、そして、いくか？あー、これは、これは、おー、いる、うわー、当たる、当たる、当たる、やるなー、やだー、マジで、ほんとに、やばい、やばい、やばい、このバケツ、やだ、おい、やだ、ちょっと、
やだ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 、ライバル作んないでくださいよここで。あ、でもあもう引くようになってきたね、敵が。いやもうビビってんな、うん、やべえのがいる。うわぁ、見つけた時にマジそう、やばと思ったんですかそれ。おぉ、縦にも使える。おぉ、うわぁ、うわぁ、うまい、今のはうまい。さあ、残りバレル、どこだ。もう、うんね、欲しくなっちゃって、欲しくなってる。どこどこやらせてくれ、やらせてくれ。あもう出れなくなってた。いや、やばいなぁ。いや、やばみあるっしょ。なんかそう、あのスプラトゥーンの他の武器じゃできない動きが見える。そんな遠くを三角で、しかもこの距離でみたいなのがもうすげえ。バブルもすごい動きだし、よ、よかった。素晴らしい。さあ、スメーシー来てほしいな、これ。スメーシーみたいですね。さあ、どうだ。えぇ、ー、よいしょ。この長さはスメーシーなのよ。このロードの長さスメーシーなの。ちょっとやっぱ読み込む、そんなあるんや。知らんかったんだな。アサリの時ちょっと読み込み遅いなとか思わない。あー確かに、なんかこれ水が。あーそう、周りのねオブジェも、ね、多いし。あーさあ、スメーシーはバブルが超強いということですか。そうですね、この丸っこいからバブルで取りやすいっていう、うん、痛い痛い痛い。なるほど。あさあ、でも目の前入ってきてるか。あーっと、あちょっとエイムが、ちょっとこれ見なかったことに。まだ映ってはいないかもしれない。あー、そうですね。さあ、まずは相手がエリアを確保。ここからちょっとリスポーンでバブー溜めつつ、早い、溜まんの。そう、めちゃめちゃ早い。これ、だってスペゾーはないもんね。積んでない。お、そっか、180度。早いわ、そりゃだるいな、敵にしたら。うわー、食いぼみでやつけ出すな、バブル。すごい。はぁ、なるほど。フロー、あ、そついてんのか。うわぁ、やばなに今のは。すごい。もうあの、X ファイルの曲流したよ。なに今の。今のやばい。でもバブル溜まった。うわぁ、溜まった。いや、今のはね、曲射程でもあれなんだけど、射程完璧に分かってないとできないのよ、あれ。一番先で当ててた。うん、いや、これはえぐい。頑張れ、頑張れ、逃げろ。おー、逃げた。あー、ナイス。さあ、生き残っているこの生き物。でも、このスペゲンでもう、本当だ。こうリス塗るだけでたまいそうに。ちょっと今、使ってはいたんだよね。押し込んでたもんね。ちょっと使ったけど、これもたまるっていう。うわ、ほんとだ。これスペゲンの強さ。そういう使い方は、すごいな。うわぁ、あぁ、ね、まだあったんかい。それずるくないよ。確かにずるいのかもしれない。はい、はい、じゃないね。お、なんかいる。やれやれやれ、いけいけ。じゃあ集めて。エトナのその、帰ったマルチのだるいとこが、その武器の強みとか、スペシャルの強みをしっかり出してくるから。確かに。そう、だから使いやすくて強いじゃなくて、もうその武器の一番先っぽを出してくる。そう、強みはこれですよっていうのをしっかり出してくるから。なるほど。うわぁ、でもやばい。おぉ、どこだ。雨で、雨で割れなかった。あ、なるほど。そう、雨とか降ってると、その泡にダメージが入っちゃうから、それ割れないってことだ、たまに。なるほど、イレギュラーがあるとね、確かに。そうですね、ちょっと今の焦ったかな、俺。いや、でもこれかなり相手にとってもう、あのバブル来たらやべえっていうのが植え付けられてるんで、ね、今ね、やっぱり一番思うのは、普段動画撮ってるから喋りながらやる。そう、はい、これをやっていく。あーほら、でからの、おい、あと一発。うわー、なんかいっぱい、なんかいっぱいいる。やべー、やってる。おー、ナイス。これはやっちゃおう。あー、え、うろー、びっくりした。あー、怖すぎ、ムート。このリールうまいな、さっきから。あれ、またうまい、すぐ見つける。うまい、見つけるんだよな。すぐ褒める。やっぱね、うまいとこ、うまいってこう褒めるのね。いや、素晴らしいですね。認めつつだから。いや、いいな、でもこれはかなり。さあ、あんなげもなく。そう、さあ言わないからさあ言わないから始まるみたいな。いや、普通にさあって。いや、だるー、これ強いな。なんなんだって。待ってくれ、ホカゲーしてる、あいつ。待ってくれ。なんか違うゲームやってねえか、それ。いやボトルガイさんもだいぶホカゲーですよ、これ。確かに。あ、うやばい、今の。あー、だるい。で、だるいな。で、やっぱりなんか他の武器に比べるとちょっとだけ塗りは弱いなっていう。あー、いやでもそう、なんか塗りが弱いっていう部分もバブルでパッと塗っちゃうから。そうなんですよね。やめてくれ。やめてくれ、ほら、バレるバレる。うわー、楽しそう。裏が楽しそうに、楽しそうにプレイしてる。待って待って、どこへ。おいおい、なんなんだこいつ、マジで。
いやいや、お前よ、なんでこれを踊り返すかって3人でなんか、いじめられてるかもしれない、もしかしたらいいな、こんな楽しそうに、しかもボトルガイザー、さあ、あーこれは濡れないかな、いや、いや、いける、いけ、お前なら信じる、頑張れ、信じる、いける、あーまあ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 、落ち着いてバブルを溜めて、うわー、そいや、絶対強いって、この武器、うん、こうやって見ると確かに、なんか完全無欠どころか、なんか、ずるってなる武器だな、うん、ナイスナイス、あ、やばい、味方がサムチャイったさあやばい、これこれやばい、これやバレバレてバレた、やめろお前下手くそな人のやり方じゃない、あのやめろみたいな、やばい、頑張れ、いける、 俺とかがやるときのあいけるか、これこれはマジですね、おワンチャンかけろ、いけノバ、いけスフィアだ、頼むあーこれはどうだ、止めるか、いやー間に合わないけど、めっちゃいい試合だった、超楽しそうだし、テンションの方だけでやってるみたいだけど、すごいプレイ、すげー止めれた、いやめちゃくちゃなプレイ見れたね、あの距離あるんだこれはボトル、いや強い強いですね、これ強いに見えますね、はい、というわけではいボトルガイザーの上手いところをね、もちろんすごいの見えたけど、うん、俺それよりやったらさ、うん、本当にあのなんかエンジョイ勢のやつ、エンターテイナーだった、やっぱサーが出るのはエンターテイナーでしょ、いやでもボトル強いっすね、本当に強いっすね、いやこれ見て使ってねくれたら嬉しいなと思いますね、うんうん、やっぱ射程が分かるってのは大事なんですかね、そうですね、射程管理とやっぱバブル、うん、結構バブルでもキルできたから、うん、いやすごい、そのミスっても、なんだろう、バブルをミスっても、はいはい、そこまでリスクがない、またすぐ溜まるじゃん、今、うんうん、まあ、言ってたけど、だから本当にガンガン使っていいんだなっていう、そうね、目の前の敵に対しても入っちゃうみたいな、そう、もう一人を倒すために入ってみたいな、あ、なるほど、みんなを一気に倒そうってなくて、一枚一枚を倒すためにバブル入ってもいいのかなっていう感じはしますね、うん、なるほど、大事にとか、みんなの状況を見て、置いとこう、うん、じゃなく、本当にもう、もう一人、自分勝手に使っちゃっていいのかなっていう。なるほど、あその方がそのスペゲン の, あの効率も良くなると、そうですね、はあ、これはめちゃくちゃ強い分見れたんで、これ結構流行るんじゃないですか、これ流行ってほしいな、いや俺流行ると、いや俺もっと使用率高くていいって思ってる武器だから、これに関しては結構最初見た時ね、なんか色物武器みたいな感じの扱いだったけども、めちゃくちゃ強いんで、いやこれはエトナさんのプレイでもしかしたら環境が変わるかもしれない、はい、いやまたボトルガイザーのあの界隈から嫌われる、いやー言うんじゃねーよ静かにやめてくれ、言うんじゃないよ、強いとこ出すんじゃないよ、いや素晴らしいの見せていただきました、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、もうやっぱ他のもねこれ見てみたいなと思うんですけど、そうだね、なんか今他にこれ俺いけますよっていう、いやもうあのチャージャー以外言ってくれればね、俺らが言ったらやってくれるんですか、やってもじゃあもみじで、おいいっすよ、いけます、やりますか、弱いだってね、もみじ、いやまあね、もみじはまあ弱いとは言われてるけど、まあでも濡れるし、特にそういう塗り拭きもうまいのよ、あそっかそっかそっか、そうえとなって塗り拭き、その塗るっていう行為もすごい上手い人だから、なるほどなるほど、全然使えると思う、結構これ今攻め拭きのボトルを見せていただきましたけども、そうですね、じゃあ次は守りというか塗りサポート役のもみじで、おお、おいいね、もみじ見せてくれる人いないと思ってたから確かに嬉しそうだね、嬉しい、ぜひこれ見たい人いるかな、フージー以外に、そうかそうちょっとじゃあお付き合いください次回もみじシューターをはい、ます、ありがとうございます、さあというわけで、エトナさんの YouTube チャンネル、そしてオープンレックチャンネル、あと Twitter の方の、リンクを概要欄に書いてますので、ぜひとも登録、フォローお願いします。お願いします。はい、お願いします。プレイをお願いします。お願いします。というわけでまた次回お会いしましょう。さよなら。さよなら。